ここどこでしょうね。分かる人には分かっちゃうかな。そうですね。分かりますね。じゃあ岡田店長、ちょっと場所とか、はい、ここはどこだっていう。ここはそばうどんが朝日屋。はい。私のお店です。そうなんですよ。越谷駅から歩いて5分くらい。はい、南越谷に向かって。歩いてくると、線路沿いにありますんで。そうですよね、はい。もう長いですよね。そうですね。56年。昭和40年に来たって聞いてますんで。私が3歳かな。3歳かな。そうですね。3歳ですね。そんなに長い。はい、愛されて。ありがとうございます。すごいですよね。長くやってこれましたね。はい。そう、改めてご紹介します。そばうどん朝日屋さんの店長、岡田博之さんです。はい、よろしくお願いします。いや、2本ラジオ収録させていただきました。そうですね。実はもう本当に越谷 FM、さっちゃんのハローホームタウンの初回のゲストさんなんですよ。はい。2016年8月の25だったかな。この時は、歌手の藤田恵美さん、ルックプロのね、はい、藤田恵美さん、そして店長、岡田店長にお越しください、はい、ね、だからあれから4年半ぐらいになりますかね、はい、ね、なんか感慨深いです。番組が続いてるのも嬉しいし、こうしてまたこう出ていただけるそうですね、出張料理もしました。そうそう、その時集中料理で、ね、藤田恵美さんにも、ね、はい、召し上げていただいて、はい、肉のパソワです、ね、そう、なんか、ブログに触れてくださってましたよね。あ、そうですか。そうなんです、はい、そうなんです。まあ、で、今日はですね、収録前に私たち晩ご飯大ちゃんと食べたんですけど、はい、大ちゃん食べたのは何でしたか。肉のパソワですね。そう、肉のパソワ、はい、と、そう、長ネギの天ぷらなんです。天ぷら、そうなんですよ、うん。いや、最初に肉菜っぱそばって言ったんですけど、うん、ぐるぐるっと見渡したら、ここにね肉菜っぱそば出します。長ネギ、あ、こっちかな、長ネギ天ぷらってのがあって、はい、で、それが目にいっちゃったもんで、はい、で、肉菜っぱそば、肉菜っぱそば、こちらなんですけどね、はい、これを、はい、いただきました。美味しかったです。美味しかったですよ。で、私がおすすめって書いてあったから、はい、こちらです、はい、ざるそばと天ぷらそばのセット、うん、でもこれでも私にしては多いなと思って、まあ大ちゃんいるから食べる前に分ければいいやと思ってきたら、びっくり、あれ私間違ってあれ、これ言ったつもりだったんだけどと思ったら、どうやらすごい、ね、写真よりかなり多い、はい、天ぷらがね、たくさん入ってましたね。相当大ちゃんに手伝ってもらいました。本当すごい量なんですよ、うん、びっくり。でもで、美味しい、なんというのもカラッと揚がってるし、はい、この揚げるコツとかも番組に触れさせていただいているので、はい、うん、ぜひ聞いていただきたいんですけど、よろしくお願いします、ね。まあ、こんなに、ね、お蕎麦もコシがあってすごく美味しかったから、はい、やはり美味しくて価格がとてもお安いから、うん、まあ、この時期でもお客さんがね、ちゃんと根付いて、そうなんです、はい、うん、番組の中ではなかったんですけど、お蕎麦屋さんの蕎麦ってこんなこと言ったら怒られますけど、ピンキリって言い方がいいのかどうか、え、本当にお蕎麦の勉強されたのかなっていうお店があったりね、してすごいがっかりすることなんですけど、こちらのお店は間違いないです。ありがとうございます。間違いないですね、もうぜひ食べに来ていただいて、よろしくお願いします、そしてですね、いろんなメニューがあるんですよ、はい、このご飯物か、はい、うん、ちょっと光っちゃってる、うん、親子丼、親子丼とかね、丼物、そう、とその満腹セット、お蕎麦と、お蕎麦かうどんですね。そうですね、あったかいのもあります、うん、あ、そうなんですね、そうそう、あったかいたぬきそばになりますか。あ、それも美味しそう。ますこちらが大ちゃんが何食べたんですか、はい、カツ丼のセット、うん、カツ丼と、これもなかなか美味しかったらしい。美味しかった、美味しかったです。もうお蕎麦屋さんの丼って美味しいんですよね。はい、そうですね、お蕎麦屋さんの丼、うん、じゃあ都市伝説じゃないんですね、うん、なんかね、いや都市伝説じゃない、いやいや、いろんなところでそういう話聞く、はい、なんで美味しいのかな、お蕎麦屋さんの丼、あれですね、やっぱり蕎麦はもちろんのことなんですけど、うん、カツもカツ丼も、うん、美味しくてすごい満足でした。だから美味しいもの両方食べられちゃうんですよ。私前来た時ソフトクリーム食べた記憶ある、はい、あ、そうなんですか。今ね、ちょっとね手が足らないんで、うん、ある各地、裏メニュー
的にあるんですけど、そうなんですね、ストックはあるんですけど、うん、ちょっとね、でなんだろう、出すのにっていうか、ちょっと今一人で厨房はホールやってるんで、うん、言っていただけると出てきます。あ、アイス食べたいなーって言うと大丈夫ですか？これ見た人が、はい、大丈夫です。たぶんストックはありますね。さっちゃんの番組聞いて見たんですけども、はい、といった方には裏メニューが出していただけるそうです。他に裏メニューありますか？まあその時々でまかないとかありますか？まかないセット的な、まかないっていうのもたまに出てきます。たまにはい。じゃあ仲良くなるとそういうのを出してくれるんですか？それこそケールの天ぷらも裏メニュー的だった。そうなんですね。そうだったんですね。いやなかなかケールのお天ぷらって食べられないですけど、うん、美味しいですよね。食べられるとか私初めてですね。ちょっとほのかな苦みがちょうどよくて、うん、そうですね、パセリみたいにパリパリですね、うん、ちょっと苦いあれ最初大葉かなと思ったんですけど、はい、でも大葉こういう味じゃないか。あ、そう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 、あ、ケールだと思って、はい、私は分かんなかった。当たったちゃんと、はい、私は分かんなかった。さっちゃんがケールだケールだって言うんで、うん、ほんまかいなと思ったらね、店長さんからケールですって。料理好きなので、うん、割とこうなんかどういう食材使ってんだろうとか、うん、なるほど、何だろうこれとか考えるの結構好きなんですね。もう私はうまいかまずいかしか分からない。定食もありますし、定食とかね、おでんとかサバの味噌煮などもあります。もつもあります、うん、そう、おつまみでね、はい、うん、そうそう、まあ、いろいろたくさんのメニューとか50ぐらいあるんじゃないですか？いや、そうじゃ、もっとあると思います。すごい、もっとある、多分もっとあります。すごい。いや、お店の中にも、はい、そこのメニューにないようなのがちょこちょこあったりね、するんですよね、うん、そここいなくて、うん、そう、でもおかめそばとかは多分書かれてない気がする、はい、そうでしたっけ、うん、あ、いや、書いてない、書いてました。こうずっとそう新作とかはね、そうですね、意外と人気でしたのが冷やしナスっておろしそば、あ、ナスの天ぷらを、ね、乗せたやつなんですけど、味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどんなんていうのも気になるし、はいはい、最近よく出てます。サウンで、はい、鍋焼きうどんと、ね、あ、そうそう、鍋焼きうどんはね、はい、ここに食べに来た時に、うん、何にしようかなと思ったらお隣さんが食べてたんですよ、うん、席にね、うん、でそれ見てて、あ、これにしようとかして、これくださいみたいな人が食べてるのを見ると食べたくなっちゃうっていうか、そういう法則ありますよね、なんか気になるお隣さんとか、うん、カレーの法則ってあるんです。え、何ですか？で最初にカレー南蛮のそばとか食べた方がいると、もう匂いにつられて、次の人カレー、カレー。俺それしようみたいな感じで。うん、はい、なるほどね。カレーが続くわけですね。はい、カレーが続く時があります。うん、そういう心理になるわけですね。多分そうなんだと思いますね。まあ、何食べようって決めてきてんだろうけど。うん、あ、そうです、変わっちゃうんですよね。入った瞬間、匂いですよね、きっとね。うん、そそられるんですね、はい、変わっちゃいますね、ね、もうそれはそう、カレーそばとかか、カレーそばはないか。東北がカレーそばってメニューはない。いや、大丈夫です、ありがとう。カレーナンバーそばですね、はい、あ、ナンバー、カレーナンバーそばあります、ね、ナンバー、ネギですからね、うん、カレーそばです、はい、うん、日本的な発想ですよ、かなり。だってカレーってインドですよね、基本的に。うんとね、カレー南蛮のカレーと、うん、カレーライスのカレー違うんです。あ、味が、はい、出汁が違うの、うん、根本的に。あ、それだかな、なんか、うん、蕎麦屋さんのカレーはなぜ美味しいっていうのがあるんです。うん、いや、私、うん、家でね、カレーがちょっと余った時に、はい、めんつゆの素とか足してやっちゃうんですけど、はい、それってありですか？ね、それもありだと思いますよ、うん、私もたまにやります。あ、嫌なんですか？はい、あ、プロがやる、はい。そう、ただ一応うちではカレーライスはいわゆる鶏ガラスープで、うんうん、でカレー丼、カレー南蛮、うん、そちらの方はいわゆるそばだし
番組だしで、ね、作ってますんで。なるほど、ちゃんとね、分けて分けてらっしゃる、はい、じゃあ私がめんつゆの元で割るっていうのもありってことなんですね。そうですね、もう料理は無限大ですから。意外と家庭で作るのには結構いいんですよね、はい、だからカレーライス、うちも残ったら翌日はそばつゆで割って、なるほど、カレーうどん、なるほどね、そっち系も食べます。はい、ありがとうございます。なんか私がたまたまやってただけなんですけど。料理は無限大、いい言葉ですね。ということはこれからどんどんメニューも進化していく可能性もあるわけですね。そうですね、なかなか100個思いついて1ものになれば本当あ、すごいです。それだけ研究されてるってことですよ。いい方だと思いますんでね、また越谷や愛されグルメに認証されるような、あ、そうですね、ね、メニューが作れればそうですね、いいなと思ってます。そうですね。でこちらの今日収録したラジオの方なんですけども、3月の1日と8日、2週にわたって越谷 FM さっちゃんのハローホームタウンで放送されます、はい、夜の9時からです。はい、それでですね、越谷 FM はリスンラジオというアプリをダウンロードしていただければ、インターネットがつながるところでしたらどこでもお楽しみいただけますので、はい、ぜひですね、皆さんアプリなどを利用してね、この越谷以外の方にも聞いていただけたら嬉しいと思いますし、そうですね、でまた越谷通過するときとか、ここをちょっと寄ってみたいなとか覚えておいていただければね、ありがたいです。そう、車止められる、ね、駐車場もありますから、はい、そうそう、ありがたいです。すぐ迷子は駐車場、うん、だから車で来ても安心です。はい、大丈夫です。本当安心ですよね。うん、ありがとうございます。では岡田店長、メッセージに何かありますか。はい、なんだろう。じゃあ改めて場所とか、はい、越谷駅から、南越谷の方に線路沿いに歩いて、5分ぐらい歩くと、お店ありますんで、ぜひ食べに来ていただけるとありがたいです。そうですね、西口の方へ降りていただいて、そうですね、はい、もうひたすら線路沿いで、ね、線路沿い、線路沿いをね、ずっと歩いていっていただければ、うん、もう迷わず朝日屋さんに着きます。ね、ちょっと十字路になってますから分かりやすいかと、はい、分かりやすいです。看板ちゃんとね、あの目立つ看板ありますし、はい、よろしくお願いします。ぜひ来ていただければ、ね、よろしくお願いします。来てちょうだい。はい、来てください。ぜひ、ね、よろしくお願いします、はい、で本日はあの越谷のさっちゃんのハローホームタウンにもう初回に来てくださったですよ、はい、そばうどん朝日屋の店長さん岡田博之さんをお迎えして収録いたしました。岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。朝日屋よろしく、よろしくお願いします。